お寺にありお越しいただいて、その時に、津波でやられてしまった杉並木にて、どうするんですかって聞かれまして、できれば幼稚園建てるときこの杉使って建ててくれないかなっていうような、そういう希望を出しましたら、じゃあ、それに見合った立派な院舎を設計して建てますっていうことで、それでもう話がトントン拍子に進みまして、新しい院舎になった状態ですね。材料も全部石川県に持って行って、石川県で全部刻んで、それから持ってきたんですね。こっちから切り出して、向こうに持って行って、向こうで刻んで、また持ってくる。そういう大きな加工するところはまず全部軒並み被災してますからね。被災してないところとなると、やっぱり日本海側ができるだけ向こうの離れたところでないと、まず難しかったんですよね。実際どうですか、今作られてるのを見て。そうですね、この前一応長谷部選手来た時にもまた行ったんですが、本当に出来上がるのをワクワクと楽しみにしている状態ですね。あそこの屋根の上にも柵を回して、あそこのに登りたいねって言ったんですが、やっぱ仮設なもんですから屋根の上はダメだと言いましてね。まだ仮設なんですか。あれでも仮設なんです。幼稚園の設置基準がありまして、それに合致しませんので、ですから仮設園舎ということで許可は一応下りてる状態なんですね。本社を作らなくちゃいけないんですが、実際何年後になるか分かりませんので、あの園舎で一応10年は最低過ごすことになるだろうという、ね、計画で、じゃあそこに。そうですね、まあ前の幼稚園と同じようにはなかなかできませんけれども、まあ、それでもやっぱりこう幼稚園の保育の流れっていうんですかね、そういうのがありましたので、それをできるだけ復活させていきたいなというふうに考えてますね。小さいうちにそういう感謝の心とか、ありがたの食事なんかもありがたくいただくっていう、その心をですね、養っていただきたいと思って、万難の中、それこそ億千万って言ってるんですよね、それほどの奇跡の中で生き残ってきた子供なんだから、命を大事にして、みんな元気に仲良くしておきましょう。お父さんお母さんもとにかく、まだ大変ですけども、子供たちの元気のためにも、大人ももうちょっとだけ頑張っていきましょうということですかね。